天文学科戸谷智則教授による、ご講演で、質疑応答は、大学院生の鈴木優太さん、優也さんに、お手伝いをいただきます。では戸谷先生、タイトルが「宇宙に生命はどれだけあるのか」というタイトルでお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、高校生の皆さん、こんにちは。戸谷と申します。今日はこういうタイトルでちょっとお話を、したいと思いますけれども、その前にちょっとだけ宣伝をさせて、もらいますと、講談社のブルーバックスから、本を2冊ほど出しています。で、今日の話題に出てくるですね、ビッグバン宇宙論とか、観測可能な宇宙とか、インフレーションとか、真の宇宙の大きさ、そういったキーワードについては、こちらの宇宙の果てに何があるのかという本に結構詳しく書いているので、よろしければ手に取ってもらえればと思います。もう一冊出しているのは、爆発する宇宙というタイトルで、私の一番専門である超新星やガンマ線バーストといった、宇宙の華々しい爆発天体現象に焦点を当てた本です。こちらもよろしければどうぞ。で、ちなみに今日実は今日のキーワードで一番話すのは生命の起源という問題なんですが、実はこれはこの本ではこれらの本ではカバーしてなくて、でも実はブルーバックスさんから、もう一冊このテーマで、書けることになりまして、今頑張って書いているところで、多分来年ぐらいには出せるんじゃないかと思いますので、もし今日の話を聞いて、興味がありましたら、ぜひ手に取ってもらえればと思います。さて、で今日の話なんですけど、そもそも実は私は専門は天文学とか宇宙物理学をやっていまして、宇宙論とか宇宙の進化、銀河の進化、超新星とかガンマ線バーストといった爆発現象、それが主に専門でこれまでやってきた研究者なんですね。でそれがなんか生命の起源っていう話をするのはちょっとですね、異例というか結構珍しいことなんですが、ただ最近私もちょっと生命の起源っていうのにちょっと凝っていて、今日は高校生の皆さん向けに分かりやすい話ということで、ちょっとこの話を宇宙の観点から、ちょっと考えてみようかなということで、こういう話にしました。でも私はその天文学っていうのは基本的に物理系の学科学なんですね。でその物理研究者の視点でいうと、基礎物理法則に基づいてですね、宇宙の誕生、ビッグバンで宇宙が誕生して、そして銀河が生まれて、星が生まれて、でさらには惑星まで生まれる。でこのあたりはですね、我々天文学者っていうのはかなりですね、よく基礎物理法則に基づいて大まかなシナリオっていうのは描けてきているんですね。でさらに観測でもさらに多く、観測や実験でも検証されている。でただこういった我々の今観点から見るとですね、この宇宙において一番全く手が出ない謎って何かというと生命なんですね。なんで宇宙に生命が存在しているのかっていうのが、これが実は我々の持っている自然科学で、我々の持っている自然科学のテクニックでは全く今のところ説明ができていないんです。で一方でその私は物理分野の人なんですが、どっちかというと生命科学分野の人も研究者も、その人の生命分野のさまざまな研究がされています。先ほど今司会なされた飯野先生も生物学のご専門でいらっしゃいますけれども、そういった生物の方でいうと、この生物というもすでに生物というのがあって、その生物の中でさまざまなすごい複雑な、例えば現象が起きていると、それをそのものすごい技術が進歩して、すごい進展していろんなことが分かってきているんですが、それでもですね、やっぱりじゃあ生物が全くない状態から物理とか化学の法則に基づいて、あるところで生命が生まれたはずなんですけど、そこはじゃあ生命を研究している人は説明できるかというと、やっぱりそれもできないんです。つまりやっぱり皆さん高校生皆さんもちょっともう分かってきてるかもしれませんが、物理を同じ理系の中でも物理を取る人と生物を取る人って結構きれいに分かれちゃうんですよね。なので物理をやってる人は生物のことを全然知らないとか、生物やってる人は物理全然苦手で分からんとか、結構そういうパターンが多くてですね、同じ理学部といっても結構物理系と生物系はですね、結構断絶というか離れちゃってるんですよね。でも生命の起源っていうのは、そういった物理とか化学の法則に基づいて、その生命がなかった状態からどっかで過去にどこかで生命が誕生したはずなんですね、我々ここにいるってことは。でこれ非常にで、それが全く物理の人も生物の人も